多角新モデル、判例は、上から、CBD、卸売、軽工業、下級住宅、中級住宅、高級住宅、重工業、郊外業務地区、郊外住宅、郊外工業地区。多角新モデルは、チョーン・シー・ハリスとエドワード・ウルマンが、1945年の論文、ザ・ネイチャー・オブ・シティズで発表した生態学的モデル。このモデルは、 都市における諸機能の配置を表現したものである。これによれば都市は中心業務地区から広がっていくとしても共通した土地利用形態や財務上の必要を持っている同じ種類の産業はお互いに近いところに集まることになるとされる。こうした産業別のグループ化はそれぞれ直近の住宅地区にも影響を与える。ホテルやレストランが空港周辺に集中するのは その一例である。こうして形成される核の数や種類は、その都市の成長の指標となる。この理論は、自家用車の普及によって、人々の移動能力が拡大したことを発想の基礎に置いて構成されたものである。移動性の拡大は、地方的な中心地が特定の機能に特化していくことを可能にする。この種のモデルにおいては、同心円モデルや、 セクターモデルにおけるような意味での、はっきりとした CBD は、必ずしも存在しない。ありがとうございます。